元気にしておったか、わっぱたち。その様子じゃと、すでにわらわの依頼を引き受けたようじゃな。おいおい、ミコ、もうすぐ祭りだってのに、鳴神大社に戻らなくていいのか。こんなところで娯楽小説にかかりっきりで。あ、おいらたちを呼んだのって、もしかして祭りの準備を丸投げするためなのか。ふん、そんな依頼引き受けてやらないぞ。しくしく、なんと嘆かわしいことか。わらわは祭りのためにこれだけ苦労しておるというのに、まるでサボっておるかのようなその言い草。